失恋の痛手はいつだって辛い。34歳にして結婚を控えた彼女からの突然の別れの言葉。そのショックで俺は一人温泉旅行に行くことにした。足を伸ばしたのは過去に何度も訪れているある温泉旅館だ。柔らかく迎えてくれた若女将の声。今回の訪問は全く違う体験となる。若女将が見せた意外な一面によって、俺の人生は再び大きく動き出したのだった。ようこそお越しくださいました。8月にいらっしゃるのは初めてですね。俺、河野智也は旅行業界でキャリアを築いている。旅行プランの企画や開発が日々の仕事だ。子供の頃から旅行が好きで、年に2度は必ずどこかに出かける。一度は彼女と、もう一度は大概一人で。彼女との関係は悪くなかったが、一人旅の自由さにはかなわない。誰にも縛られず、自分のペースで自分の好きな世界を感じられる。そんな生活を送っていたら、彼女に別れを告げられた。さらに衝撃だったのは、彼女が俺を裏切り、見込みのある他の男と二股をかけていたことだ。結局、俺は34歳で独身に戻った。独り身の生活も悪くないが、心の奥底には寂しさが残る。そこで心の傷を癒すために、お気に入りの温泉旅館へ向かった。数年間通い続けているその旅館には、とても素敵な若女将がいるんだ。若女将の名前はあやめ。彼女は着物がまるで自分の一部のように似合う和の美を体現した女性だ。その姿はまさに現代の大和なでしこを思わせる。若干25歳にしてその落ち着きは老若男女問わずに人気がある。俺も例外ではなく彼女の大ファンの一人だった。ただそれは彼女への下心からではない。彼女が宿泊客一人一人に対して見せるちょうどいい距離感、絶妙な配慮、そして温かい笑顔に心打たれただけだ。おそらく幼い頃から厳しいしつけを受けてきたのだろう。言葉遣い一つをとっても、その知性と礼儀の正しさが伺える。あやめのような女性をパートナーにできる男は、本当に幸せだろうといつも思っていた。そんなある日、俺は思いがけない展開に遭遇する。あやめの、ようこそお越しくださいました。8月にいらっしゃるのは初めてですね。という言葉と、その美しい笑顔が、俺の心の傷を癒してくれる。夏の盛り、温泉旅館へ足を運ぶ客はそんなに多くない。駐車場の車の数からもそれが伺える。今回の一人旅は彼女と別れた悲しみを癒すためのものだ。あやめには以前から何度も訪れているうちに自然と個人的な話をしてしまうほど親しくなっていた。俺が恋人と別れた話をすると、あやめは驚きと同情の表情を見せた。ええ、そうだったんですね。以前は彼女を連れてきたこともあったから、あやめに彼女のことが全く知られていなかったわけではない。一人旅をしていることに対して、一人旅私も好きですよ、彼女さんはもしかすると一人の時間を寂しく感じてしまうタイプだったのかもしれませんね。と、あやめは優しく微笑んでくれた。その瞬間、もし彼女があやめのような女性だったら、うまくいったのかもしれないと、ふと思った。だけど、美人の女将と恋愛など、現実には起こり得ない夢物語。今日は温泉に浸かりながら、疲れも悲しい記憶も洗い流そうと決めたんだ。荷物を部屋に置き終えたら、俺はすぐに露天風呂に向かった。温泉に浸かった後の楽しみは美味しい食事だ。美味しい料理、美味しい酒、そしてあやめの笑顔があれば言うことなし、と思いきや、実際に俺をもてなしてくれるのは、あやめよりも年上の女性、ゆきさんだ。おばあちゃんでごめんなさいね。いえいえ、ゆきさんにお酌してもらえるなんて光栄ですよ。ゆきさんは楽しそうに笑った。今年で80歳を迎えるゆきさんは、この温泉旅館を代表する明るく元気な仲居だ。彼女と一緒にいると、自然とこちらも笑顔になれる。俺が宿泊するたびに世話を焼いてくれるゆきさんとは、もうかなり仲良くなっていた。そしてこの度、ゆきさんに大ピンチを救ってもらうことになるのだが、まだそれは予想もしていない。河野さん、何かあったでしょう。私には隠し事が見えるのよ。さすがゆきさん。実は、彼女に振られてしまったんですよ。あら、そうなの？じゃあ、そんなに次の恋を急ぐこともないわね。でも、人生はあっという間に過ぎ去ってしまうものよ。さて、うちの若女将はどうかしら。あやめさんは、俺には手が届かないくらい素敵すぎますよ。そんなことないわよ、河野さん。あなたは立派な方ですよ。俺はゆきさんの言葉に心を動かされた。だが俺はハンサムな顔でもないし、背も高くはない。ゆきさん、それ以上言わないでください。涙が出そうですよ。あなたには優しさがあるじゃない。あなたの心は温泉のように温かいのよ。ゆきさんは優しく微笑んで俺を励ました。その優しさでもって若女将を支えてあげて。人は悩んでいる時に寄り添ってくれる人に惹かれるものよ。若女将にも悩みがあるんですか？それは直接彼女に聞いてみなさい。話を聞いて相談に乗るうちに、もしかしたらがあるかもしれないじゃない。ゆきさんの提案はまるで恋愛作戦のようだった。でも、俺はあさってには帰ってしまうんですよ。俺は少し悲しげに言った。まだ2日間もあるんだから、その間に何かしようよ。ゆきさんがそう励ましてくれた後、食事の片付けを終えると、彼女は部屋を去っていった。急にそんなことを言われても、どう対応すればいいのだろうか。若くて美しいあやめさんが何に悩んでいるのか、想像もつかない。そんなことを考えているうちに、あっという間に夜が更けていく。眠れなくなった俺は、再び露天風呂へ向かった。夏の夜空に輝く星を眺めながら、ゆっくりと湯に浸かる。明日、さりげなく、あやめさんに話を聞いてみることにしよう。そう決心して風呂から出ると、廊下で女性の叫び声が聞こえた。心配になり、声の方へ急ぐと、酔っ払って顔を赤くした若者が、あやめさんの着物の帯を掴んでいた。ほら、あれーってやらせてよ。時代劇みたいにさ。と、男が言いながら帯をつかみ、あやめさんは顔を真っ赤にして抵抗していた。俺は迷わず間に入り、男を遠ざけた。なんだよお前は。男が挑むように言ってきたが、あやめさんは俺の腕にしがみつき、この人は私の婚約者です、ととっさに言っていた。彼女の手が震えているのを感じ、俺は慌ててうなずいた。俺の婚約者に何の用ですか？あやめさん、待たせてごめんね。男の文句を無視して、俺はあやめさんを自分の部屋へ連れて行った。部屋の扉を閉めた瞬間、あやめさんは涙ぐみながら俺の方を見た。さっきは怖かったです。河野さんが駆けつけてくれて本当に助かりました。彼女の手は震えていて、そっと俺に抱きついてきた。俺は自分の高鳴る心臓の音が彼女に聞こえないように、平静を保つことに集中した。無事で何よりです。帯も整えないと。俺はこっちを向いているから、準備ができたら声をかけてくださいね。ほどけてしまった帯を彼女に渡し、背を向けた。彼女とこんな夜中に二人きりになるとは思わなかった。でも心のどこかでこの状況に胸が高鳴るのを感じていた。少ししてあやめさんが声をかけてきた。もう大丈夫です。ありがとうございました。振り返ると彼女はいつもの凛とした様子を取り戻していたが、頬はわずかに赤みを帯びていた。本当に大丈夫ですか？部屋まで送りますよ。いえ、大丈夫です。でも明日、旅館の近くで小さな花火大会があるんです。一緒に見に行きませんか？え？毎日休みなく働いているから、たまには休むようにと、大将から言われていて、河野さんがよかったらご一緒にと思って。もちろん、俺でよければ。彼女が嬉しそうに微笑むのを見て、俺も自然と笑顔になった。翌日は朝からドキドキして、何も手につかない一日が始まった。朝食を運んできたゆきさんにも、その落ち着かない様子を見透かされそうで。ゆきさんは、俺がいつもと違う様子にすぐに気づいた。花火大会へ行くのかい？どうして知ったの？と尋ねると、若女将が浴衣を準備しているのを見たからね。それに、河野さんが若女将を助けた話も聞いたよ、と言った。ああ、はい。まだ彼女には少し危なっかしいところがあるので、今日は特に気をつけます、と答えると、ゆきさんは笑顔で俺の肩を叩き、洋服じゃいけないよ、と言って、俺に浴衣を貸してくれた。夕方になり、貸してもらった浴衣を身にまとい、旅館の玄関前に立つと、そこには浴衣姿のあやめさんが現れた。お待たせしました、と彼女。普段着る落ち着いた色合いの着物とは一味違う、色鮮やかな浴衣をまとった彼女の姿に、俺の心は一瞬で奪われた。髪も普段より少し柔らかく束ねられており、いつもとは異なる若々しい雰囲気が漂っている。俺が見とれていると、彼女は照れ笑いを浮かべながら恥ずかしそうにした。ちょっと派手かなって思ったけど、彼女が少し不安そうに言うと、いや、本当に素敵だよ、と、俺は心からの感想を伝えた。その言葉に顔をあからめつつも、彼女は嬉しそうに微笑んだ。そんな俺たちを、ユキさんが後ろで楽しそうに眺めていた。さあ、行こうか、と俺が言うと、二人は顔をあからめながら花火大会の会場へと歩き始めた。実は久しぶりに休めるんだよね、と彼女が話し始めた。去年末に父が亡くなり、母も体調を崩して、お上を引退するかもしれないって話が出ているんです、と言って彼女はうつむいた。彼女にとってお上は旅館を支える大きな存在だった。その重責を私が引き継ぐかもしれないと思うと、毎日が不安でいっぱいです、と彼女は不安そうに話した。若くしてこの重責を担うことへの悩みが彼女を苦しめているようだった。たった25歳で女将という大役を任されるのだから、そのプレッシャーは想像以上に大きいだろう。俺はただの旅行会社の社員だが、彼女はまさに経営者としての責任を背負うことになる。その不安が彼女を押しつぶさないように、少しでも俺も何か支えになれたらと思った。苦悩している彼女がため息をつきながら、昨日常連のお客様の息子さんに適切な態度を取れなくて、こんなことでつまずいていたら、お上なんて務まるわけがない、と苦笑いした。彼女が言及したのは、昨晩彼女の帯を掴んでいた若者だった。あの人は、うちの旅館を長年支えてくれているお客様の息子さんです、と彼女が続けたとき、俺は昨晩の出来事を思い出した。でも、あの時うまく対処できたら、自分でももっとできると思えたかもしれません。でもあんなことがあると、私はまだ女将になる資格がないのかもしれない、と彼女は不安に陥っていた。しかし、俺はそうは思わなかった。そんなことないよ。あやめさんはあやめさんだから。確かに彼女の母である現女将には貫禄がある。客からも従業員からも尊敬されているのだ。でも、それがあやめさんが劣っている理由にはならない。彼女もまた従業員から愛され、誰よりも一生懸命働き、その接客は心からのおもてなしを感じさせた。お上は確かに素晴らしいけど、あやめさんと比べる必要はないよ。あやめさんはあやめさんだし、あやめさんのいいところを俺はたくさん知っているから。そう言って、彼女に微笑みを送った。未熟だと思っていても、従業員や客に支えられながら成長していくことも大切だと思うよ。彼女は涙目で俺を見つめながら、河野さんは本当に優しいですよね。以前彼女さんと来た時も、河野さんの優しさにはいつも感動していました。とても素敵な方だと思っていたんです、と言った。彼女の言葉に心が温まり、俺はさらに彼女を支えたいと思った。俺の方は熱く染まり、河野さんに相談して本当に良かったです。母のように女将として立派に勤め上げられるか不安だったんです。でも私は私なんですね、と彼女は力強くうなずいた。そんな彼女の言葉に、俺は心を打たれた。私、この旅館を心から愛しています。小さい頃から母や大将の背中を見て育ち、いつか自分も立派な女将になりたいと夢見ていました、と彼女は幸せそうに笑った。その笑顔に俺は息を呑むほど引き込まれた。次の瞬間、彼女は頬をあからめつつ、俺の手をそっと握った。手をつないでいてもいいですか？はぐれないように、と。彼女の手のぬくもりが直接心に伝わり、俺の胸は高鳴りを隠せなかった。花火大会の会場に着いてからも、ずっと手はつながれたままだった。この時間がずっと続けばいいのにと、夜空に咲く花火を眺めながら、まるで流れ星に願いをかけるように切に思った。しかし、時間は残酷にも流れていく。最後の花火が夜空に散りゆくのを見て、まるでひと夏の恋が終わりを迎えるような感覚に襲われた。けれども、俺の中で彼女への思いは、これからも消えることはなさそうだ。あやめさんに心の中の言葉を伝えようとした矢先、背後から声が届いた。あれ、若おかみじゃないか。今日はお休みなのかな？声の主を振り返ると、俺はすぐに、その夫婦が誰であるか認識し、急いで席から立ち上がった。小島社長、こんなところでお会いするとは思いませんでした。河野です。社長は驚きつつも歓迎してくれた。ああ、君もこちらに滞在していたのか。それに若女将もご一緒とは。あなたたちはお知り合いだったんですか？実は河野くんは私の部下なんだ。だから紹介は不要ですね。今日は花火二人で見に来たの？と社長が尋ねた。はい、若女将とご一緒しています。社長はご家族でですか？そう、今日は息子の裕二も一緒で、今、屋台で酒を買っているはずです。と、社長が答えた。その時、ビールを手にした裕二が近づいてきた。社長から俺の存在を聞かされた裕二は、にやりと笑って、ええ、そうなんですか。親父の部下だったんですね。と言った。俺は困惑しつつも、苦笑いで答えた。この出会いによって、社長、あやめさん、裕二、そして俺たちは、一緒に旅館へ戻ることになった。昨晩、俺が注意した若者。それは、社長の息子、裕二だった。裕二は、22歳の大学4年生で、来年から社長の後を継ぐ予定だった。つまり、将来的には、俺の上司になる人物だったのだ。旅館に到着するや否や、社長夫妻は二人だけで温泉を楽しむと言い残し、すぐに姿を消した。その瞬間を見計らうように、裕二はあやめさんの手を引っ張り、ねえ、一緒に飲みに行かない？と提案した。あやめさんは、戸惑いを隠せず、俺に助けを求めるような目で一別を投げた。その光景を見た裕二は、俺を睨みつけ、何かあんたと約束でもあるのかと不機嫌そうに言った。社長の息子であることを知り、俺は無意識に裕二に遠慮してしまったが、彼はそれを感じ取り、挑発的になった。おっさんは引っ込んでろよ。いいじゃん、ちょっとくらい。と言いながら、俺の反応を伺った。しかし、あやめさんは、裕二の手から自らを解放して、私はこれから仕事に戻ります。と断固として言った。裕二はさらに、若おかみなんだから仕事しなくてもいいだろう。昨日から俺のことを拒否って舐めてかかってるけど、親父が常連客だってこと分かってるのか？俺に向かっても、お前の上司になる男だってこと忘れてるのか？と嘲笑った。彼は、あやめさんの手を再度掴もうとした瞬間、俺は堪忍袋の緒が切れ、いい加減にしろよ。あやめさんの代わりなんていない。この旅館の女将は、あやめさんただ一人だ。と言い放ち、あやめさんを連れて去ろうとした。お前待てよ。馬鹿にするな。俺は次期社長だぞ。謝れ。今すぐにでも。と、裕二が俺の服の襟を掴んだ。俺は怒りを抑えきれずに、裕二を睨みつけ。馬鹿にしてるのはお前だ。女将としてどれだけ大変な仕事をしているか。あやめさんに対するお前の態度が全てを物語っている。お前が謝るべきだ。と反撃した。俺が声を荒げたのは予想外だったらしく、裕二は明らかに驚いていた。謝るわけないだろ。ふざけるな。俺は社長の息子だ。彼が大声で叫んでいるさなか、ゆきさんが姿を現した。もういい加減にしなさい。ゆきさんは裕二に近づき声を上げた。若いからって何をしても許されると思うんじゃない。目上の人に敬意を払いなさい。社長になりたいのなら、その態度を改めなさい。しかし、裕二はゆきさんの言葉に耳を貸さず、逆に彼女に向かって攻撃的になった。うるせえ。おばさんは黙ってろよ。俺たちはお客様だ。お前らは客の言うことを聞くだけでいいんだよ。おい、ゆきさんにそんな口の利き方をするな。俺が裕二に飛びかかろうとした瞬間、ゆきさんが手を挙げて止めた。河野さん、いいの。もうわかったわ。この若者に何を言っても無駄よ。ゆきさんは小さなため息をつきながら言った。結局、教育が必要ね。二人とも行きなさい。私はこの若者と話があるから。わかりました。あやめさん、行きましょう。そう言って、彼女は俺の手を引き、旅館の奥へと導いた。ゆきさんの落ち着き払った対応に敬意を感じつつ、俺たちは静かにその場を後にした。部屋に入ると、あやめさんは深々と頭を下げた。河野さん、何度も私のために立ち上がってくれて、本当にありがとうございます。彼女の感謝の言葉に、俺は自然と言葉を返した。助けたなんて、そんな大したことは。ただ、あいつがお上の仕事を軽んじたことが許せなかっただけだよ。彼女はしみじみと言った。あんな風に言われるってことは、私もまだ未熟ってことですよね。もっと頑張らなくちゃ。その時、彼女の目からは涙が溢れ出した。ごめんなさい。どうして泣いてしまったんでしょう。助けてもらってほっとしたのかもしれません。彼女は慌てて涙を拭こうとした。無理をしなくても大丈夫。頑張ることも大事だけど、時には人に頼ることも大切だからね。と、俺は優しく言葉をかけ、彼女を抱きしめた。俺ではダメかな。突然の質問に彼女は驚き、俺をじっと見つめた。俺、あやめさんを支えたいんだ。一緒に頑張っている君をずっとそばで見守りたいんだ。俺は顔を真っ赤にしながら自分の気持ちを告げた。好きです。俺と付き合ってください。彼女は目を潤ませながら微笑み。はい、嬉しいです。私も河野さんのそばにいたいと思っていました。私を河野さんの彼女にしてください。と言って、俺の胸に顔をうずめた。その後、俺たちは長い時間をかけて、二人の将来について語り合った。あやめさんは、この旅館を守っていく決意を新たにし、俺はそんな彼女を全力で支える決心を固めた。ゆきさんを置いてきてしまったけど大丈夫かな。俺が心配そうに言うと、あやめさんは微笑みながら、大丈夫ですよ。きっとゆうじさんのお父さんにちょっとしたお説教をしている頃でしょうね。と返答した。ゆきさんって社長とも長い付き合いなのかな。俺がそう言うと、あやめさんはクスクスと笑った。何か変なこと言いましたかと俺が尋ねると、いいえ、でも明日にはどうなっているかわかると思います。とあやめさん。翌朝、俺は荷物をまとめて部屋を出たところ、玄関には小島社長一家がいた。昨日の一件があって少し気まずい気持ちだったが、社長が先に歩み寄り謝罪してきた。河野くん、昨日はうちの息子が大変失礼な態度をとってしまい、申し訳なかった。ゆうじは膨れた顔をしていたが、社長に頭を押さえられながらうつむいていた。俺は、いえ、大丈夫です、と返したが、人を軽んじるように育てた覚えはないぞ、と、社長はさらに声を大にして、ゆうじを叱責した。その時、まあまあそこまで、という声がして、ゆきさんがあやめさんと共に現れた。ゆきさんは立派な着物に身を包み、落ち着いた様子で事態を収めようとしていた。驚きで硬直している俺を見て、あやめさんが優しく微笑んで言った。河野さん、紹介が遅れましたが、こちらは私の祖母であり、この旅館の大女将、ゆきさんです。俺はびっくりした。ゆきさんがただの仲居さんだと思っていたのに、実は旅館の大女将だったなんて。あやめさんから話を聞くと、ゆきさんは若い頃からこの旅館で働いており、肩書きよりも実務を重んじる性格だったらしい。仲居としての立場の方がお客様との距離が近く、声を聞きやすいと感じていたそうだ。お客様との距離感を大切にしてきました。社長さんのお父様にもお上の頃からたくさんお越しいただきましたからね。ゆきさんが笑顔で振り返ると、社長は再び頭を下げ、本当に今回の件で多大なご迷惑をおかけしました、と謝罪した。謝罪はもう終わりにしましょう。あやめ、そのままで大丈夫？もっと楽な格好に着替えてもいいのよ、とゆきさんが言うと、あやめさんは返答した。いいえ、今日はこのままでいいです。皆様が気軽に話しかけてくださるこの感じ、私も好きなんですから。そして、あやめさんは全員に向けて明るく笑いかけ、またのお越しを心からお待ちしております。次にお会いできる日を楽しみにしています、と言った。社長一行が旅館を後にすると、俺も荷物を手に取って出発しようとしたその時、あやめさんが俺の手をぎゅっと握った。すぐに会いに来てね、と頬をあからめて俺を見つめるあやめの姿に、俺は心を奪われ、思わず手を握り返した。うん、すぐ来るよ。俺たちは互いに笑顔を交わした。その後、俺とあやめは1年間の遠距離恋愛を経て結婚した。俺は旅行会社を辞めて、あやめの横に立つことを選んだ。当初は退職に反対していた小島社長も、結婚が理由だと知るや否や、全面的に支持してくれた。ゆきさんやあやめを支えてあげてくれ、という彼の言葉に、俺は励まされた。ゆうじはその後、大学を卒業したものの、父親が経営する旅行会社への入社は叶わなかった。社長は他人を見下すような人物に会社を継がせるわけにはいかないとして息子の入社を断った。それでも裕二は社会人として別の場所で頑張り、社長に認められる日を目指していると聞く。そして俺は旅館に入社してからマネージャーとして経営に関わるようになった。最初は手探りの毎日だったが、あやめ、ゆきさん、そして旅館の温かい従業員たちの支えがあったおかげで、1年が経つ頃にはマネージャーとしてしっかりとした仕事ができるようになった。旅行会社にいた頃と変わらず、お客様を喜ばせることへの情熱を胸に、あやめと共にこの旅館で生活を支え合っている。あやめへの思いが俺をより大きく成長させてくれたんだ。これからも互いを支え合い、お客様の幸せを追求するとともに、私たち自身の幸せのために手を取り合って前進していく。それが私たちの出会いと成長の物語です。皆様と私たちの話を分かち合えたことに心から感謝しています。もしこの話が皆様の心に少しでも響いたなら、いいねを押したり、応援のコメントを残していただけると幸いです。皆様からの温かい反応は、私たちの未来への道のりにとって大きな支えとなります。また次回の物語もぜひ楽しみにしていてください。最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。